昨日実施された県立高校の一般選抜試験の追試験のうち、英語の聞き取りテストで放送機器の音声が途切れるといったトラブルがありました。昨日行われた県立高校の一般選抜試験の追試験で、英文を聞いて答えを選択肢から選ぶ聞き取りテストで音声が途切れるといったトラブルがありました。 トラブルがあった学校では1人の生徒が受験していました。特典については、音声が途切れ回答できなかった問題を除き、合計した得点を50点満点に換算するということです。県教育委員会によりますと、試験に使われた放送機器は事前に点検していて、その際は異常はなかったということで、今後、点検を徹底し再発防止に努めるとしています。